心の底まで痺れるような吐息が切ないささやきだから、涙が思わず湧いてきて泣きたくなるのさ、この俺も東京で一つ銀座で一つ若い二人が初めて会った本当の誰にも内緒でしまっておいた大事な女の真心だけど、あなたのためなら何もかもくれるというこの意地らしさ、銀座で一つ若い二人の命をかけた本当の恋の物語。優しく抱かれてまぶたを閉じて、サックスの嘆きを聞こうじゃないか、明かりが消えてもこのままで、嵐が来たって離さない。